お疲れちゃん、サラットです。今日ですね、こちらロイ J ライトニングやっていきたいと思います。ということでですね、なんとロイが変わっちまいました。はい、なんか先ほどメンテナンスがあってね、そう、バランス調整が行われたとかではなく、まあ来シーズンの準備とか、まあなんかの調整だとか、そういう感じだと思うんですけどね、サーバーのね。そう。で、特にね、他変わったとこはないんですけども、なんかロイだけまあ、なんか、ね、ええ感じになったのかな？イケメンになったのかな？わかんねえけど。前のがもう思い出せないんですけども、まあなんかこう、ちょっと王様って感じの、こう、ちょっと見下してる感じの、ちょっといやらしいロイの画像になっちまいましたと。いうことで、まあロイが変わったので記念に使ってあげようということで、今日はロイでトラゲしていこうかなと思います。ロイライトですね。はい、僕はよくなんかマザネクロイ使うんですけども、まあなんか今の環境あんまロイがいないっすね。やっぱ大砲だとか迫撃だとかマイティだとか、結構ね施設も多いし、なんかそういう陸に強いカードも結構多くて、あまりロイがいないんですけども、まあなっていうので、まあ施設メタでライトニング採用のこのロイで今日は、はい、やっていきます。うわー、これマジで違和感しかねー。これなんかすごいな。あー、で枯渇か、ウッド使っちゃダメだね。まあなんか最近だとなんだっけ、キョスケとか、あとはマザネクとかもなんか変わったっけ。そう、マザネクじゃねえな、ごめん、めっちゃ適当なこと言ってたらラムライダーだキョスケにマザラムライダーに、まあなんかちらほらクララのこの画像やっぱ変わってくんだよね。ロイになっちゃったということで、よいしょ。いやー、マジで使うか。あれ、まあそのうち慣れるでしょう、まあ、イケメンのロイちゃんに。さあ、もう墓石でゴブリンバレル警戒しちゃう。まあ縦線バルキリーか、まあ大砲型じゃないっすね。テスラかインフェがあるって感じかな。よいしょ、痛い。キング起動狙えたな今の。プリンがやだ。あー、いい位置のハンターだな。間に挟んだらな、マジでボコボコに。あー、マジいいタイミングでプリン出してくるやん。でもウッド使ってるから、はみ出方次第では。さあ、まあ LSP とかで結局バレルやれるんでっつって、いや、いってー。さあ、もう結論しかないっすね。枯渇に対してロイドダメージを通す方法は、いや、今のライト打たずにもう一周でもよかったかな。テスラ、テスラちょっと厄介だな。まあ無理せず時が来るのを待とうじゃないか。ずれてんな。バルキリー、あ、ウッド使ったね。うわ、いい攻め。うわ、良すぎる攻めだなそれ。流れが悪いんだよ。ジッカーのプリン、結露いい。さあ、一発で持っていきたい。
ニカチ頑張れるぞ。頑張れるぞマジ。ライト、ライト、ライト。ロケ700もねえだろ。あぶねえ。あぶねえ。いやうますぎー相手。なんで勝ったんって感じですけども、気合で、はい、突破しました。あぶねえっすね。ファイブだったらもう負け確っすよ。テスラ突破できないしね。まあ、マザーで聞いたら話は変わったかもしれないですけどさ。まあ、画像が進化したロイのおかげで勝てたと言ってもおかしくはないですね。はい。さあ、コカちゃんの香りがしてる。マジで枯渇環境来てる。まあ、違うかもだけど。プリンセス。さあ、枯渇とか施設に対しては結露の2周目っすね。うっと咲いたらこれ。やばいかな。プリンセス持ってるよってだって教えてくれてたっすよね。ああ早いな姉妹プリンが。まあまだホグとかの可能性もあるんでね。うん。さあロイがね、いや違和感しかねえなマジで。あのロイマジ枯渇大変なんだよな。これもうまた枯渇かっていう。しかも捨て線型だと、うわやべ回転早い。いてえやべ、ハンターの位置が、うわぁ、めんどくせぇ、これ。あー、そういう系か。マジ嫌い。だるい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 。なーにーの、鬼枯渇やないかい。まあ今から岩塩もできればだけど、岩塩もできなそうだな。マジ、橋前プリン、こんにちは。はい。いや、もうずるー痛いって。マジで。マジずるすぎ。こういう人は許しません。まあ、俺がガゴムレにやられただけなんですけどね。耐えてくれマジで、マジで耐えてくれ。痛いんだ盾の戦士が。おいずるやないか。あ出た。あ卑怯だよ卑怯これ。マジで初手ガゴムレわかんねえな。枯渇にハンター裂いていかれたっすねマジ。許容。いやガホムレ強え。あこれはうまい。ちょっとワンパンされました。グッドゲームです。まあこれはもう事故なのか。これはもうこれもしょうがないです。さあちょっと強化されたはずのロイジャイなんですけどね、特に変わらなかったですね。さあ、まあ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 、ここで、次勝てばいいみたいなのがある。さあ、気をつけて。プリンセス入ってるとガゴムレも入ってるかもしれないんでね。ちょっと気をつけていかなきゃいけんな。さあ、ロイ。まあなんか、かっこよくはなったな。なんか、できるおっちゃんみたいな。おーい、インドラ。シナ、このデッキ、インドラ嫌です。嫌なカード多いな。さあ、適当に回し。エレジャイっぽいけどな。インドダクプリ。エレジャイぐらいしか思いつかない。エレジャイだな。耐えろ。焦げる。やりじゃいいだな。
さすがにエレジャイっすね。大砲ボンバーダクリンドっしょ。エレジャイか、まあまあ、アンチャンのこれぐらいだけど、まあ、エレジャイっすね。来たね。さあ対エレジャイはまあインドラ大砲か。インドの突破が大変だから突破しようってしなくて守ります。守って守って守って気づいたら勝ってたぐらいが理想だな。マジあの大砲やべえよな。一発、いやいいぞ、返すか、うん、さあま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 あダメージ的には今のところトントンですからね。まあ多分ライトニングっすね。この方のロキは基本なくて、インドいないターンでロイライトまで行きたいですね僕は。残れ、あっつ、うん、守れるかな。いやー素晴らしい。キング起動してるやん、なんかいつか。さあ耐えて、耐えるだけならこれチェーンであのボンバーまで効いてほしい。いや天才いた、呪文削り来てんな。うん、いいよ。さあ呪文削り、ウッドがあるからね俺には。呪文削りで俺に勝てんのかこれ。相手もう一発かましとくか。やばい、やっちゃったかましちゃった、もしかして。やばいやばいやばい、待って、やっちゃった。危ない危ない、おーい。ライト420だった気がする。オッケー、あぶねー、フォレーがついてきた。さあちょっと危なかったっすけどね。まあライト、インドラがマジでインドラ施設とかだと嫌っすね。あとインドラババとかもいると。まあでも全部高回転だからこそでなんとかはなるっすね。結局ロイでね、やっぱロイ J って高回転多いですけど、1周目刺さらなくても2周目とかロイ以外の周りでねプレッシャー与えれるんで、ね、さあタルババ、タルババか、遅延スケラー、大砲のタルか、珍しいなほらも。さあロイ、スカしたロイジャイ、大砲スケ、なんだこれ、大砲スケ、大砲、え、まだエレジャイ、そんなことある、エレジャイ今そんないねえぜ、ガチで珍しいなこれ。2連エレジャイ
まあエリシャでもそんな相性悪くないと思うんだよ、うん、しかも圧着衣型かライトニング打てばいい話だもんね。まあここは無理せんでいいやろ。よし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 、いやなんか相性良さそうだけどな。これは墓石取りとあるもんね。さあ削ってこう。で相手多分手札相当暇なんだろうね。これ相当暇な人がやることしてる。いやこれスケ経由でビリビリしてほしい。よし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 、ダメージ稼ぐ。まあ来たらでいいかな。うん、着衣のサイクルがちょっと早い。削る。いやーまあいかないっすね、大砲あるんでね。でケツ取りとんもダメでしょ。それ以外別に何でもいいかな。端末着衣来てもライトだし。さあ来た。これ一生なんかネチネチやっとけばいいんじゃない。この王様にはねふさわしくない立ち回りで。端末に圧着衣、ああ来ない。スキル使ってまあライトかな。キングギドちょっと狙えたな今。うん、もう一回ゲッツ。今んとこ完封してんな。キングギドしたいな。あれこれめんどくさい。1ヤード毎回取られる。さあまあ近畿はちょっとトルネ警戒されてそうだな。これは行ってもいいな。うん、大砲あるけど。拡散？いや入んねえか。あんたこれもう一個前だったな、ちょっとやばいかも。うん、いや言うて守ればするな。ピュッピュッ。でもダメージちょっと怪しくなってきたっすね。アドも来たに削りされてる。いや回るなこれ。根性あぶねえ。2回ともこんな勝ち方だな。いや後半ちょっと危なかったっすね。お互い攻めが通んなさすぎての。いやトリトンがでも気合い見せましたね。いやでかいよマジで。たまたまエレジャイ、たまたまエレジャイゾーンが来てる。すごいな。今エリジェそんないないっすからね、マジで。本当にこの2人しかじゃいないんじゃないっていうぐらいのエリジェを引いた気がする。さあなんかもっと神相性をもっと楽に勝てる相手来ねえかな。なんだろうな、何がいいんだろう。神相性が分かんねえけど、ちょっとロイジェがもっとぶっ刺さってほしいっすね。クールなロイジェ。
よろしく。あー、とりあえずハンター、これでマジガゴムレディガーとかさ逆サイ来てグッドゲームはマジで嫌だかんな。あー、やべ、お同じようなできた。残る？残んねえか。あー、ゴースいるよね。ロイっすね。あ、マジでそれキモい。あ、そっち引っ張ったお前やばい。いやー、これめっちゃ美味しい。だって9アロー取る、9コスの攻めっすもんね相手の。いやー、僕はちょっと下手だったなマジ。うわー、いいスケ、しかも、いやー、これいい防衛できてたらめちゃくちゃフルカウンターできてたっす。まあでもこれは相手が、いやー、ファイルもないとも両方あるんだ。いっちゃう、こういうことするからダメなのかな。うん、いやー、墓石ある分俺らが有利だと思うんで、まあライとかファイボカにもよるんですけどね。やべ、しっかり来たわ。いた、ちょっと待って、やばいやばい、プレー沼ってる。相手が本当にシンプルな動きをしてきます。普通の動きをしてくる、普通の動きをしてくる。ライト削り、ハンター、おいっていい、ゴースト、うん。さあ、こっから俺のイケイケタイムでいきたい。まだ左？いや、いいよ。いいよ。おい、さあ、ぐっちゃぐちゃでした途中プレイが。マジで綺麗に綺麗にやられてましたね。いやー、でかい。さあ、今期もトロ上げ皆さん頑張っていきましょうということで、まあ相手もロイジェイ使いたかったんだろうね、多分かっこよくなったんで。ということで終わります。というわければチャンネル登録お願いします。ではお疲れちゃんでした。まだね。